三匹のヤギのガラガラドンがトロールの住む橋を渡る様子を表現した彫像。三匹のヤギのガラガラドンはガラガラドンという同じ名前を持つ三匹のヤギが餌を求めて冒険に出かける童話ノルウェーの昔話の一つでアスビョルンセンとヨルゲン王ーによって彼らの著作ノルウェー民話集に収録された。日本語訳としては他に太りたくて 丘に行く3匹のオスヤギ、ブルーセ、太ろうと山に行く3匹のヤギのドンガランなどが見られる。なお、タイトルのガラガラドン、ブルーセ、ドンガランの部分は現代のヤギの名前である、ブルーセ部分を固有名詞なので訳さないか、擬音風に訳したかの違いである。ガラガラドンという名前の章、中、第3匹のヤギが太りたくなって、草を求めて山を目指す。だが、 途中にかかる橋の下には、醜いトロールがいて、大声で、お前を飲み込んでやると威嚇する。最初に来た小さなヤギは、後から大きなヤギが来るからといって、トロールに見逃してもらい橋を渡る。続いて来た中くらいのヤギも、同じように行って橋を渡る。しかし最後に来た大きなヤギは、同活するトロールに立ち向かい、トロールをやっつけるのであった。無事に山へ行ったヤギたちは、 丸々と太って帰ってきた。日本のアニメ映画、隣のトトロのエンディングでは、サツキとメイが、布団の中でお母さんにこの本を読んでもらっている。イギリスのアニメ、機関車トーマスではこの動画をもとに制作されたエピソードがあり、パーシーとトビーが3匹のヤギやトロールの話をする。また、日本語版では、トロールは、妖怪と訳された。ありがとうございます。